フィリックス・ザ・キャット、フィリックス、フィリックス・ザ・キャットは、黒猫をモチーフにした、アメリカの漫画、アニメーションのキャラクターである。日本では、戦前は主に、フェリックスと呼ばれ、また1960年代前半には、雑誌、家庭前科、国際情報社館で、黒猫、フェリックス、ジョー・リオロ作の題で連載されていたが、一般に日本語読みはフィリックスである。 名前の由来は、フェリシアス、ラテン語由来、幸運の意味と、フェイリス、同、猫の意味より、漫画家でアニメーターである夫をメスマーが創作し、1919年に、オーストラリア出身で渡米後に、映画プロデューサーになったパッド・サリバンにより、フィライン・フォリーズとして、アニメーション化され、劇場に登場した。数分程度の短い白黒サイレントアニメーションであり、初期のものは、 体型は普通の猫に近く、フィリックスという名前もなかった。しかしすぐに大きな目、日本足で歩く、特徴的なキャラクターとなり、フィリックスの名が付けられて子供から大人まで広く人気を呼び、続編が多数約150本制作された。当時有名な野球チームであった、ニューヨークヤンキースの公式キャラクターとなったり、VF-31。 アメリカ海軍航空隊のマークに用いられたことなどからもその人気が伺える。アメリカ国外でも知られ、日本の漫画家、田川水宝は、野良黒のキャラクター創造のヒントがフィリックスであった、胸を晩年のラジオ番組で明らかにしている。しかし、サリワンの死によって、フィリックスの反剣は混乱。贋作アニメや無許可商品が蘇生乱造された。またトーキーを、 いち早く導入したマックス・フライシャーのやウォルト・ディズニーのミッキー・マウスの登場にもかかわらずサイレント作品に固執したことも一因となりフィリックスの人気は凋楽。わずかにメスマーが新聞に細々と連載を続けるのみとなった。フィリックスの人気が蘇るのは第二次世界大戦後であるメスマーの助手を務めていたジョー・オリオロの手になるリニューアルによるもので ほっそりした体型と二本の長い足でスックと立つ、現在広く知られるスタイルに生まれ変わった。同時に脇役も多種多様な顔ぶれが揃った。アメリカでの人気も高いが、世界各国でも、この新しいフィリックスが広く知られるようになった。これは、1958年にカラーでテレビアニメ化されて、各国で放送されたことにもよる。日本でも、 白黒放送ではあるが1960年に NHK テレビで、1963年には富士テレビで放送され、人気を読んだほか、雑誌、家庭全科にジョー、上下両ろ筆の4コマ、字には3コマ漫画が掲載された。その後も人気は衰えず、日本でも1980年代には、女性雑誌や、テレビコマーシャルのキャラクターなどに採用されて、21世紀に、 入っても親しまれている。ジョー・オリオロは、夫をメスマーの創作したフィリックスの容姿を変えたが、それだけではなく、特にテレビ版においては多彩な脇役を発し、魔法の黄色いカバン、トリックバック、マジックバック、またはバック・オブ・トリックスを持たせて活躍させるなど、新たな世界を開拓した。黄色いカバンは、フィリックスの思いのまま、どんなものにでもなって、 よう、ベンズ万能の小道具であり、ドラえもんの四次元ポケットとの共通点が多く、漫画評論家の米沢義弘も、ドラえもんの発想の原型の一つとして、フィリックスを挙げている。またフィリックスは、正義感が強く、銀行強盗や、破壊行為などの悪事を企てたり、黄色いカバンを奪おうとする大博士とロックのコンビを、相手に、一時は負けそうになりながら、最後には、 フィリックスが勝利を収める完全超悪的な話が主であるが、それだけでなく、豆博士との絡みやテレビ人間との長々発し、あるいはフィリックスの日常生活を題材にした話もあり、多様な展開を見せる。四コマ漫画版では黄色いカバンや悪役は登場せず、もっぱらメスの白猫キキとフィリックスのやりとりが中心になっていた。一人称は作品や声優によって異なっており、 僕もしくは、俺が主である。1997年、平成9年から、衛星アニメ劇場で放送されたアニメ版、フィリックスは、サイケデリック色が強い。フィリックスの他にも、ロスコ、キャンディ、シェバなどのキャラクターが存在する。1990年代に、はじめ日出版から VHS が、2001年に、イーストウエストジャパンから DVD が発売された。 日本での声優は1960年、昭和35年からの NHK 放送版は、アニメ監督として知られる、長浜忠夫婦人でもあった、三井淳子。その後では、中尾流星、フィリックスの大冒険では、堀彩子、90年代に発売された、VHS、大発の CM では、日高のり子が担当した。ベイビーフィリックスでは、子供は冬はで、大人は、 関としひこ、フィリックス・ザ・キャット・フィリックスのクリスマスを救え。では、朝のまゆみ。2010年放送中のファミリー劇場版ではや、テ直樹、2001年にイースト・ウェスト・ジャパンから発売された DVD アックス用に新録された音声を流用している。地上波当初の主題歌ではオリジナルに日本語歌詞をつけたものが放送されて、ペギー・ハヤマが歌われていたが、その後は、 英語主題歌が使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。